はい、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、金口です。わかった、あ、あった。なんで今日はあのグッズ紹介です。まだ開けてません。キュッこれはいただいたものです。ピーターにです。ピスタディオさんにです。下の欄に貼っておきましょうかね。はい、ちょっと映ってる。はい、そうなんでまだ開けてないんです。あの正月1日にね、行くんで、どこ行くんや。BB バンドで、何？集まってですね、集まってで3人やと思うんやけど、ベースの、と、ベース兼ドラムの人と、サイドギター、リードギター、だから、たまには1曲だけぐらいかな。ドラムをやるのと、私サイドギター、リードギター、ベース、ブルーハーフ、ハーフじゃん、ブルーハーフハープだから似て、鈴あれなんか鬼の金棒鈴、ちょっと違うね。まあいっか、また調べときます。何とでもその3人が集まって、ね、初詣に行こうかなみたいなことを考えているんですが、その時にこれを使いたいなみたいなちょっと思いつきましてですね、開けたいなと思います。あった？これ薄いビニールが貼ったこれなんやんって言うたら、ジンバル、ガンバルジンバル、フンバル、あ、違う、ちょっと違うな、スマートフォン用三軸ジンバルスタビライザーっていうやつです。手ブレがほとんどなくないようになるのと、ここ持ってね。で、手ブレがほとんどなくようになる。なくなるのと、こう動かした時に見てた方向をこう向いてくれると思うんですけどね、そういうもんやと思うんですけど、開けてびっくりたまたまこうやったりしまして、さあ開けていきたいと思います。開けるもんなかったんやで、このホッケチのこの後ろのとこの金具で開けてみようか。あ、開いた。ここからどうすんの。あ、ここからもうめくるしかないな。いや、オープンザジンバル。私は頑張る。よし、撮影も頑張る。みんな頑張る。はい、これはこの辺に置いといたら、この辺にプーンじゃなくて、プイーンじゃなくて、ゴミ箱へ。全然入ってんだけど。はい、開きました。これはもう関係ないです。はい、関係するのはとりあえずこれやってみましょうじゃないわ、開けてみましょうよ。もう名前は素敵でモテモテビキナーにちゅっちゃうな。はい、昨今こんなもんでしょみたいな。はい、もうこの辺は訳しません。明日、まだ早いねって、昨今こんなもんやでって。はい、そういうことで、ちょっといや違うと思う。スタンドバイミー、ちょっと名前は違うな。はい、はい、そんなんで赤いとこ探してるけど、これなんかここのとこ開けないじゃん。違う、ここ開けない、どこ開けるのこれ。なんか開けてびっくりスススススって出そうな気がするな。でも開けるとよくわからないな。ここ開けてみましょうか。こう見てここお尻やから
っぱ頭から開けるのが常識やんな。全然常識ちゃうことしてあっ、しょっ言うたで、開くのかな、開いたで、中入ってるで。おお、なんかこんな入れ物が出てきましたよ。さてな、これをこれなぜじゃんの、40センチあるみたいな、35センチかな。はい、こういうデコボコした入れ物です。ふわふわふわしてますけどね、ふわふわって硬いんですけど、まあ、衝撃に耐えてるんです。あっ、さあ開けてみましょうって、これ開けたんやって、開けてみましょう、どうなるでしょう、何が出てくるやら、何が出てくるやら、分かってる、まあ、あのジンバが出てくるの分かってんねんって。いや、どんな風に入ってんのかなって、これ記録しとかないと入れ方間違えそうですしな。え、閉めてたわ。はい、じゃん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 、オープンでございます、皆様オープンでございます、皆様オープンでございます。はい、説明書が入っておりました。説明書をじっくり見ましょう。はい、そんなんで、こんなにくるかかるよ、見た、あとで、あの、私もこのビデオに見てチェックします。そんなんで、違うぞ。はい、そんなんで、はい、あ、アプリのインストール書いてある、これインストールしなあかんのかな。はい、そんなんで、このアプリと連動させるのかな、なんか書いてあるで。はい、つけてみようか。こっちにもあるわ、全部日本語とかあったんだね、すごいね。こんなもんです。あった、実物見た方が早いでしょうということで、コントロールの仕方が、まあ、あの今はあの何だっけ、スマートフォンに、スマートフォンアプリやって、アプリダウンロードした時のアプリの使い方ないかな、きっと。まあ、このシンバルについてるスイッチとなんか連動するようになったのかな。はいはいはい、お風呂借りてますけど、はい、これ電池なかったら行こうかへんでしょ。いきなり持ち上げてますけど、こんなんですよ、ま、あの電池がなかったら、電池がなかったら、あのもうでもこれ、あのほら、あれはね、豆腐屋さんだったな、バイクの後ろにこう、そんだろう、こっち傾いたら、こっち傾いても大丈夫みたいな、こう、行こうするのこれ、それが分かんないんだけど、よいしょ、ここにこんなついてるで、これ、ここにこんつけるのかめっちゃ下がんで、大体わかるでしょ、大体わかるでしょ、これが三脚になってるように思います。そんなやつやんね、これ入ってるのはこのジンバルと三脚と、これ食べたらどうなるかわかりませんねいうやつと、これ食べて、白いこの一度やったらやめられない。これがあの充電充電する時のコードですね。短いな。ちょっと短いんやけど。ちょっと短いんやけど。もうちょっとあの長いのがいいな。下の方で充電すれば大丈夫かな。
充電器の近くで充電すれば大丈夫。充電するとどこなんやろ。ちょっと動かへんかな。動かし方が全然分かってません。はい、ちょっとマニュアルを見て、作業扱い説明書を見ましょう。ここは、とりあえず説明書を書き方としてはこうやな。これは最後やなって感じがするけど。ボタンの操作のとこ見ようか。ボタンの、たこの辺かな。この辺かな。はい。これの急に変更になってますけど、何が変更？今日はこれの開封枠です。開封しましたので、あとはちょっと閉まっていければ開封枠 OK です。ちょっと勉強すれば動かし方勉強せんと持ってかれへん。リックアップの中に入れていこうかな。これこう外、そうこれを抜かんのかな。抜くんじゃない、ネジを外しての、これ見て、よいしょ、これこう入ってたな。あ、入った場所が分からないな。っぽいよね。もうっぽいで入れてるで。ここっぽいで入れてるで。入った。充電。これなくしたらあかん。なくしたらパンに。USB の充電スケーブル。はい。よいしょ。動かしたいな。充電するわな。はい、今日は、この白い子だと、これこの説明書2つあるの、アプリ、これはアプリをダウンロードした時の説明書で、これはこの本体の説明書になります。はい、これ入れとくの、この白い粉もちゃんと入れとかなの。はい、そので今日は素敵に動作する感ブブ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 ブ
で、あの適当にこういうの入ってたい雰囲気ありますけど、覚えて、これ覚えてやな、これを覚えたらもうこれいらんねやってこれはあの飲んだらいらんねやって、飲んだらあかんって、これね、でもなくさないで、ここなんかここ貼っつけとくのビってはい、そうなんで今日はモビル BK1 でした。スタディモバイル BK1 でした。追ってた？パチ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 。ちょっと待って。もうちょっとリアルにしようか。ちょっと待ってな。私のあの携帯これなんですよ。長いな、なんか剣ってこんぐらいちゃうの。何の長いの。ないけど。でこれがここに入るかどうかですよね。入れ方わかんへんの。この撮影者これの絵のまま真似して入れたら、これが横に。
こえるんだよ。あ、ってくる。また、折れたかな、また変な変な止まり方。これで縦方向になんねんな。今これと一緒に、あ、これで電源ボタンがここについてるから、ちょっとずらすなかな、なんかここギリ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 カバー入れたままで、はい、こんな感じになりますね。よいしょ、ポケポケとちゃうって、こんな感じだね。これ電源あるんだよな、多分ここがメイン、これ電源かな。なんかちょっと入ってんのかもしれない。そうそうそう、こんなすんねん。電池があれやんや、私違うのかな。まあ、あんた電池ないよ言うて、電池ないよって怒ってるみたいな。今ちょっとブーンってなって、どんどんこうなったんやけど、これ、ここ当たるんかな、こうなってそういうもんじゃないんですよ。こうですよ、こう使うの、こう使うの。はい、そうなんで、充電にしてやりたいと思います。はい、はい、そんなんで開封枠とちょっと遊んでみました枠でした。遊べてないやろ、遊べてないでしょ。じゃあさ、次はこれを思う存分使った動画も上げていきたいと思います。楽しみにしていてください。ちゃんと使うかどうかわからないんですけど。はい、そんなんで開封枠でした。あれ、はい、一応ね、ちゃんと閉めとかないと箱がありになって箱がありになって空箱をくいて捨てられそうだから、あ、なんか重たいな、なんか入ってるなって思ってたら捨てられるでしょ。顎にいっぱい入ってんねや、ほいって感じですけど。はい、そうなんで、スタディモバイル BK の、ちょっとした紹介でした。紹介になってないよな。箱こんなんです。箱のことについてなく、いろいろ書いてあります。いろいろ書いてあります。よいしょよいしょ。はい、そんなんでこれを作っていきたいと思います。手ぶれしないと思うんで、皆さん、皆さん、はいはい、そうなんで、動画はこれで、これでね、撮りたいと思います。はい、そうなんで、金口でした。あ、これ入れ忘れた。はい、かなこちでした。今日はスタディモバイル BK1 の紹介じゃない、 BK1 の開封動画でした。次回は第2弾はこれの動いてるところが映せたらいいと思いますね。はい、どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。かなこちでした。